と機材トラブルで遅くなってしまって申し訳ありませんのです。よいしょ、ちょっと待ってね。よし。OK。いけたかな？よし。あ、ひかるさん見に来てくれてありがとうございます。よし。だいぶ遅れちゃった。10分遅れだって。機材トラブルでございます。もうびっくりしちゃった。あ、ワッシーさんもこんにちは。年の瀬に皆様ありがとうございます。ありがとうございます。もうお忙しい中、リアタイできる人がどれだけいるかなと思いながら、ちょっと配信してまいりますですよ。あ、赤花さんもこんにちは。無事届いてよかったです。あ、めっちゃ指針を送るなって話なんですけど、オンラインショップで購入していただいたものが届きましたです。あ、カイズさんもありがとうございます。届きましたですよ。そう、この間、東京でね、「源氏物語」の装束をね、復元している展示が、あ、これ、裏だし、これ、してて、めっちゃ素敵で、ちょっと、どなたかパンフをお願いしますって言ったら、買ってきてくださいまして、こちら。本当に中身よくって、これ勝手見していいのかな、あんまりダメだよね。そう、あ、でもちょっとだけなんかね、着てるところとかがね載ってて、これ現地でしか買えないそうなので、もし皆様気になってたら、丸紅ギャラリーさんかな、東京のやっておられますね。来年のほら、大河がね、「源氏物語」がテーマということなので、皆さん気になっている方もいらっしゃるかなと思うので、このパンめっちゃ人気らしいんですよ。なんか1回完売してて、再入荷分をやっとゲットできて、お一人様1冊のみだそうですよ。ということで、あ、福美皆さんもこんばんはでございます。こんばんは、こんばんはじゃない、こんにちはですよ。なんでこんばんはになっちゃったのっていう。あ、みさとぅさんもありがとうございます。遅くなっちゃった。ツイートでのリツイート、ありがとう。ツイートじゃない、X でのリツイート、ありがとうございます。今日は山立花の歌でございますよ。あとね、その前に、これ、カイズさんが素敵なポストカードを入れてくださいました。ほんとこう色綺麗だよね。なんかこの海の感じとかが、なんかこの波が食べた感じ、このピンクと水色の組み合わせ、私もめっちゃ好きな色なんで、超綺麗です。そう、見に来てくださってる海津さんはこんな美しい絵を描かれる方なので、よく東京の方で個展されているので、東京っていうか関東の方でね、もしよかったら行ってみてくださいですね。あ、ちょっともうちょっと大きくした方がいい。なんか人魚さんなの、超美しいでございます。ほうほう。お、こんにちは。看板見て、すごく気になったやつです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、展示かな？展示の方かな？ぜひぜひ行ってみてくださいです。あ、赤花さん、ギリギリで、再入荷分も売り切れちゃいました。あ、そうなんですね。そうなんですね。そっか。なんかね、本当人気だったらしくて、私も、日曜美術館っていう、NHK のね、美術館巡りをしている、そう、素敵な番組があって、美術館巡りをしているかな、美術館巡りだけじゃないか、いろんなアーティストさんの、展示とか、まあ、作品とかを取り上げている番組があって、それの、後に、15分だけのなんかこういろんなね、その時やってる展示をこう紹介してくださる番組があってですね、アートギャラリーだったかな、そこでこの展示をね、紹介してたんですよ。あれめっちゃいいですよ。今展示中の全国のいろんな展示をね、毎週15分だけおすすめしてくれるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ちょっとめっちゃ遠くだなっていうやつは、それでパンフを取り寄せたりする時もあるし、なんか近くでやってるやつがたまたま紹介されてたりとかすると、あ、忘れてたみたいなんで教えてもらえるので。おね、レイサさん、あ、見に来てくれてありがとうございます。お花がかわゆい。お、移動しつつ楽しませていただきますということ。そうですよね。ね、今日なんかどっか旅行っていうか、移動されるっておっしゃってたので、お気をつけて行ってくださいです。というわけで、今日はこちら、今年2023年の山立花の歌ですよね。あ、ちょっと熱い。床に敷いてたやつが、ちょっと。お湯が出てきちゃった。湯たんぽをしてたんですけど、ちょっと、あ、ちちちち、なんかお湯が漏れてきちゃった。
どういうことだね。外あの足元に湯たんぼをあの置いてたんですけど、寒くなるといけないからって、なんかあのちょっと線が微妙に緩かったみたいで、お湯が今ちょっと足に漏れて、あのすっごい暑かったっていう。どうすごいあの、ね、ここ寒いんですよ、ここ寒いんですよみたいな。というわけでちょっとあの余談になりましたが、あこんにちはっていうこと、ありがとうございます、こんにちはです。今日はこの2023年、今年の初めに、あの初めじゃない、去年に販売した今年のカレンダーの12月のお歌、こちらをでご紹介しようと思って、はい、年内最後の放送をしていこうと思います。これはね、この歌からイメージして描いた絵で、嘘はね別に歌に書かれてないんですけど、なんとなくこの植物を見てた時に合わせたら可愛いだろうなっていうのと、あの冬に見れることが多いんですよ、この嘘ちゃんって。なんか名前がすごいんですけど、なぜ嘘なんだろうって思うんですけど、このね胸のピンク色がめっちゃ可愛くって、であんま泣かないんですよ。だから結構見つけるの難しくって、私まだリアルで一度もお会いしたことがない子でね、やっぱなんかね、あの野鳥観察されたことない方はあまりご存知ないかもですけど、結構鳥って見つけるときって鳴き声で認識して、でそっちの方向を見てっていうのが多いんですね。で泣かない子はね本当難しい。あと意外とねこのピンクが目立つと思うでしょ、自然の中で見るとね、全然なんかあの本当なんていうのかな、この落ち葉の枯れ葉とかと多分混じっちゃって全く見つけられないんですよね。だからあのカワセミなんかもすごい、あのほら、ソニドリって言われてる、あのこんな青くって胸がオレンジでっていうすごい綺麗なね川辺にいる鳥がいるんですけど、そんなんさ、あの川べりとか行ったら絶対目立つと思うでしょ、このなんか綺麗な青にオレンジの組み合わせで、全然見つけられないの。なんかなぜか動いたらわかる、動いたらっていうか、なんか泣いて飛んでいったらわかるから、さってなんかそれで見つけるんですけど、ほんとねほんと意外と野鳥を見つけるの難しいっていうのの結構上位ランクの子をちょっと合わせてみました。はい、会いたいなと思って。というわけで今日はこの珍しいでしょ、山立ち花ってあんまり聞かないかなと思って、で立ち花っていうのは別の植物で、あのこんなちっちゃいコミカンみたいなのがなるのが立ち花なんですよね。で、あれは結構常緑の葉っぱで年中その緑色が続くっていうことからも、なんかこのなんていうのかな、時はっていうか変わらないものとか、なんかそういうあの象徴になったりとかもするんですけど、この山立花の方は多分葉っぱがずっとこの枯れたり枯れたりしないっていうか、ほらあのなんか冬になったら葉っぱを落としちゃって、で、春になったらまた芽吹くみたいな、そういうねあの落葉樹があると思うんですけど、そうじゃなくってあの照葉樹の方なのかな、常に常緑のものっていうのがやっぱり魅力の一つであって、そうだから冬に枯れちゃう景色ってやっぱすごい寂しいんですよね。でなんか今みたいに科学も発達してない頃とかだったら、なんかこうなんていうのかな、そのこの巡ってくるとは分かっていつつも、なんかこれ生えてこなかったらどうしようみたいななんかそういう不安もあるのが冬で、でやっぱりだから全世界でもそうやって冬になったらあの次もどうか春に芽吹いてくれますようにって祈ったり、あとそういう時でもこの常緑の緑を落とさない葉っぱっていうのは、はあありがてえみたいな、なんかその永遠の命みたいなのにもつながるし、なんていうのかな、あのクリスマスにもみの木を飾ったりとか、で日本だったら松を飾るけど、やっぱりその冬になっても緑の葉っぱをつけてくれてるっていうものはめちゃめちゃ素敵なその命の象徴っていうかね、その寒い冬にも負けないとか、なんかそういうものなんですよね。お、あ、カイズさん、嘘、仙台の山の中で見たことあります、可愛いですよねって、あーいいなーね、やっぱりなんか山の中なんですよ、そう山に行かないと見れないっていうのもあって、でこの山立花もなんかこのね、なんていうのかな、そんなに山の方で見る、山の方にもあると思うんですけど、このなんか雪が毛残ってる時にいざ行かなっていうことなので、なんかちょっと里よりなんていうのかな、
少し山側にあるのかもしれないなと思ってちょっとその山の方の景色を描いてみたんですけどね。で、ではこの山立花、このちょっと赤い実が若干クリスマスっぽいなと思ったりとかして、なんか日本の風景を描きつつなぜかこのクリスマス感がすごい増してるんですけど、こちらの歌をご紹介します。なんだっけ、朝ドラのあれです、牧野さんのお話を、朝ドラにしたあれの本、あそこでもなんか多分ご紹介されてた歌なんじゃなかったかしら。確かごめんね、私なんか毎日更新ついていけなくなってすっごい見たかったはずなのに途中で脱落しちゃったの。総集編今日見ようと思ってて、でよし、ではこれ4226番でもっちゃんの歌なんですよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、4000ありました、ありました。ちょっとお茶飲ませてよ、よいしょ。で4226番、本が逆だぞ。あれあれ、これだっけ、これ 3番です。3週でした。4がどっか行った、4あった。これ4冊もあるからさ、どれだっけって思っちゃうんだよね。4226、4200、あ、このね4226というのは4何百詩ある万葉集に1首ずつ歌が振ら、数字が振られている歌番号というものです。なのでこれをちょっと今Google とかで検索してもらうと4226スペース万葉集で検索してもらうとこの歌が出ます。それかこのカレンダーを持っていらっしゃる方はこちらを教科書としてご用意ください。ではこの歌は万葉集を編纂したと言われている大友のやかもちこと、うちではやかもちゃんからもっちゃんと毎日というかお呼びしておりますが、そのもっちゃんが雪の降る日に作る歌一首という題詞で作ってます。もっちゃんね、こういう歌好きだよね。ということで読みますよ。4226番、この雪の毛残る時にいざゆかな、山立花の実のてるもみむ。この雪の毛残る時にいざゆかな、山立花の実のてるもみむ。ということでこの詩は12月に大友のすくねやかもちが作るって書いております。なので今から、そうだな、1月ぐらい季節がずれるので多分今の1月ぐらいのイメージですね。結構寒いですよね。で、この雪の毛残る時にっていうのが、毛が消えるですね、消え残る時にこの雪の消えてしまわないうちにっていうことで、降ったのが消えてしまわないうちにいざゆかな、なのでいざはね、この人に誘いかける時にも、なんかこの自ら何か行動を起こそうとする時にもなんか言うこの言葉なんですよね。だからさあ行こうみたいな、よっしゃ行くぞみたいな、だからなんか自分で行動する時もよしよし行くぞみたいに言ったりする、あの感じですよね。よし行くぞって言ってます。でここはなんか解説の方ではね、前者談じゃないかなって書いているので、だから誰かと一緒に行こうって言ってます。寂しがり屋のもっちゃんっぽいな、なんか一人より多分一緒に行きたいよね。割ともっちゃんはこの同担歓迎の人なので、自分が好きだなって思うものを人に勧めたいし、でそれを一緒に楽しみたいっていうタイプの人なんですよね。だから自分が見に行きたい、今ほらそのあるわけなんですよ、この山立花が。だったらよし一緒に行こうっていう、もうめんどくさいな、めんどくさい彼女かなっていうね、一人で行こうよ、一人で行けよっていう話なんですけど、もっちゃんはどっちかっていうと誰かと一緒に常に行って、でそのキャーっていうのを一緒にやりたいっていうタイプの人なんです。はい、タイプの人なんですって言っちゃうね。そうですよ、珍しくポジ気味の歌ですよ。いつもネガティブをつぶやいている人ではないんです。よくネガティブに陥るんですけど、メンタルが絹ごし豆腐なので何百回とも言ってますが、この方のメンタルは本当に絹ごし豆腐のに柔らかなので、よくネガティブなことをつぶやいてはシュンってしてますが、珍しくポジティブな歌です。急にね、このほらメンタルの上下が激しいの。気持ちが揺れやすいから
嬉しい時はキャーって言うし、もうなんか しんどいよよって躁鬱状態かなっていう感じですけど、あやゆさんも見に来てくれてありがとうございます。今年最後の歌でございます。で、ちょうど歌を読み終わったところなので、そうですね。で、何にも勧誘と意思との両方があるが、これも前者にしておこうということなんで、このいざっていうところも、さあ行こうっていうさあで、で、ゆかなのなも、まあちょっとゆかなって言って誘ってる感じなんで、ダブル誘いです。はい。ゆか、行くっていう言葉をいざとなで挟んで、ダブルでなんか誘っておる感じでございます。このダブル誘いが、今回の歌の肝かもしれないですね。はい、二重にこのなんかスタンプで挟んで行こうっていうのをなんかさあみたいな感じでやって送ってる感じですね。うっざうっざとか言ったらダメですけど、はい。で、山立花のっていうのがこの植物で、さっきご紹介したこの植物でございましたね。はい。お、歌日誌なのにって、あ、誰か一緒に行ってくれる人を今回は見つけたのかって、そうかもしれないですね。行く予定の人がなんかこう いるか、まあよし、さあ行こうってなんか勝手にメンバーに入れて今から誘いに行くところかもしれないです。そうなんです、ポジティブソングですよ。あ、星野さんも見に来てくれてありがとうございます。初めましてかな、わあ嬉しいな。ケロケロって書いてるのが超かわいいね。お、あややさん、おっと今日土曜日だったそうなんですよ、年末週なんか何曜か分からなくなるあれですよね。私も昨日の夜気づいて、やっぱ今日金曜日じゃんみたいななってましたよ。あ、にっこりマーク嬉しい。あら、殿池さん見に来てくれてありがとうございます。殿池さんはね、京都で雑貨店おやつさんというとっても素敵なお店をしてらっしゃって、近くの方だったらぜひ行ってほしいし、オンラインショップ覗いてください。超可愛いが詰まっております。私のグッズもたまにちょこっと取り扱っていただいたりとかもしてて、 今はちょっとなんか置いてるので、よかったら見に行ってください。ですで、イヤホン持ってこなかったので、あ、そっか、後でアーカイブ聞かせてもらいますってこと、ありがとうございます。今は後で聞いて笑って、今絶賛もっちゃんをまたけなしていたっていうか、いじっている最中でございます。お、中西先生の本では秀でた歌として秀歌とされております。はい、もちろん秀歌でございますよ、ポジティブな歌なんですから。はい。で、この実のテルモミムということで、これが実は、ね、この山立花のこの赤い実ですよね。これが照っているのを見ましょうっていうこと で、これはそうですね、なんかね、ちょっと解説がなんか難しそうなので、ちょっと発祥の、これで解説ちょっとなんか難しい感じのやつだったので、はしょります。これなくてもいいとか言っちゃダメかな。なので、この実が照っているのを見ようっていうことなので、これもね、一緒に行こうみたいな、なんかその誘い気味になってて、で、このね、実が照っているってどういうことなのかと言いますとですね、別にこのほら実がさ、自ら発光するわけじゃないじゃんそんな摩訶不思議な、なんていうのかな、ハリーポッターの世界でもないので、そんな風な実はないので、そんななんかその不思議現象を見に行こうみたいな、ユーマを探しに行くとか、そういう話じゃないんですよ。で、どういうことかと言いますとですね、この雪が毛残る前にっていう、そのね、消えてしまう前に行こうっていうのがポイントで、どういうことかと言いますと、なんかこのほら雪がね、この雪がレフ板みたいな感じなんですよ。ほら写真撮影とかするときに、この光を反射するレフ板があると、この顔とかがさ、綺麗に光ってというか、このね、光がまんべんなく来て、このうまく撮れるとかあるでしょ。あれをやってるんですよ、この、その、冬はほら、光がまあ少なくなりますでしょ、全体的に。日光も減って、でも、下に雪があるときって、すごいこの、照り返しがめっちゃすごいとか、スキー場に行った人とか、雪国の方だったらご存知だと思うんですけど、私は結構、ちなみに、関西出身とはいえ、滋賀県の
上の方、北の方なので、ほぼほぼ福井というか岐阜というか、あのめっちゃ雪降るんですよ。この日本海側から来たあの湿気た風が伊吹山というすごい高い山にぶつかって超雪が降る地区に生まれているので、もう本当に冬の照り返しの辛さをめっちゃ知ってるんです。あと毎年冬は雪山にめちゃめちゃ連れて行かされたので、スキー場のあの過酷な感じも知ってます。ということで、この雪の照り返しでですよ、この下からの照り返しで、この山立花の実がね、この光の反射でピカピカして見えるっていう、この天然のイルミネーションになっている、これをですよ、この消えてしまう前に、このレフ板が消えてキラキラが見えなくなる前に見に行こうぜと誘ってるんですよね。なんてこの、なんていうのかな、ささやかなこの幸せを見つけていたんでしょうかっていうのが私結構感動して、そのあ、ライオン堂さん見に来てくれてありがとうございます。あの双子のライオン堂さんは私が、あ、これですよ、あのいろいろ、あ、今年のやつがなかった、あのなんだっけなんだっけじゃない、あの本屋初の文芸誌をあの出版もされていらっしゃる東京の本屋さんで、読みたい万葉集の原画展もさせてもらったことがあって、で私の昔話の話とかエッセイをね、あの今寄稿させてもらってるシシシのこれ号が出てますので、よかったらよかったらみたいな急な宣伝がぶっ込み、そうなんです、みさつゆさん、銀世界は美しく光を反射しますねって、まさにそれで、そう、ね、星野さんピカピカってなるんですよ。だからこれがその、ね、当時この色味とかも少ない中、この、ね、緑の葉っぱがある中、この赤です、ね、もう秋に全部この散ってしまった赤い紅葉の名残みたいな、この赤がまだこの世界に残っているっていう、しかもそれが輝いて見えるっていう、その時を一緒に見に行こうなんですよね。もっちゃんはとにかく共有したい、この感動と嬉しいを共有したい、いい子なんですよ、ね、美味しいもの一人で食べちゃうとかじゃないんですよ、これを分け与えて美味しいねって一緒に言いたいっていうのも、ほんと可愛い子なんです、超可愛い子なんです。あ、そうですね、ひかるさん、あと雪がある頃には赤い実はコントラストで入るっていうの、そう、皆さんご存知でしょうか、赤と緑はこの色相環という、あの色をね、赤から順番にこう円状に、あの赤、オレンジ、黄色、黄緑、緑みたいな感じで円状に並べた時に、この赤と緑っていうのは真反対にある補色と呼ばれるものなんですよ。でこれがどういう役目をするかというと、めちゃめちゃ目立つっていうことなんです。そう、赤と緑のクリスマスのあの感じすごい目立つでしょ。このちゃん、あの違和感がある色っていうことで超絶目立つ、この組み合わせもやっぱいいんですよね。あ、レイサさんありがとうございます、素敵ですねって、ほん素敵なんですよ、照り返し辛いですよ、ね、実体験のこのの声は説得力がついて、あの本当にサングラス必須なぐらい、あの 目がやられます、目がやられるし、なんだったらあの雪山にね、あの毎週のように連れて行かされてごらんなさい、あの 夏の日焼けぐらい焼けますよあのだから私小学校の頃、夏は夏山に連れて行かされ、 夏の登山でね、で冬はあの冬山に連れて行かされ、あのスキーでね、だから年中真っ黒でしたよ、本当にあの白かった時がないっていうぐらい本当日焼けする、すごいんです。あ、直人さん見に来てくれてありがとうございます、いつもコメントにいいねとかありがとうございます。よし、ひかるさん、まあ、あの頃はイルミネーションとか夜間ライトアップとかないですからねって、まさにそれなんです。だからね、今みたいなのこういう人工的なイルミネーションがないからこそ、視線が作り出すそのイルミネーションの中で一番素敵な瞬間っていうのをご存知なんですよ、もっちゃんは。どういう時に自然が一番美しい光をこの世界にもたらしてくれるのか、それを日々あのこの時代の人たちは見つけて探して、あ、ここが素敵っていうのを見つけてた、それを歌から知ることができるんです。だから今なんかそんな照り返しとかに感動できないでしょなんか本当にそれがちょっともったいないと言ったらあれですけど、なんかこの
ね、きつい味に慣れてしまったら薄味が分かんなくなるみたいな、その塩分過多で薄味の良さが分かんないみたいになってる感じで、でもなんかその当時のこの感覚を残してくれてるからこそ、あ、そうか、このぐらいの塩分でも美味しく感じれるやり方があるよっていうのを知れるので、それを知っとくと、そのね、この塩分濃度もいろいろ楽しめていいじゃないですかね、っていうのがあって、あ、共有したいね、ですよね。そうなんでございます。なるほどでございますよ。あ、おはようございますということで、おはようございます。そう、みさつさん SNS ないからシェアするには直接連れていくしかないんですもんね。そうなんですね。でもです、この SNS の一つがだったのがこの歌なんですよね。その場に一緒に連れて行けない人でも、遠く離れた都の人でも伝えることができたのがこの歌というものだったので、だから当時の SNS はこれなんです。ザ・これです。なので今私たちも時間と空間を隔てて知ることができるじゃないですか。もう本当に一番古い SNS というのは歌なんですよね。実はなんです。なのでこの照り返しというのをちょっとね、私も雪山は辛い思い出しかないんですが、ちょっと今年は暖かい冬で暖冬なので雪は降らないかもしれないんですけど、ちょっと山立ち花をお庭に植えたりとかして、いつか雪が降る日のために備えてみたいなと思いました。皆さんはお近くに山立ち花ありますか？私本当全然実はリアルでまだ見たことがなくって、今回の歌で初めて知ったんですよ。なのでもしかしたら京都のお庭とかの端っこで見かけてるかもしれないんですけど、なんかこれが山立花だみたいな認識で見たことがなかったので、ね、多分京都のお庭の端っこの方とかには絶対あったような気がするので、なんか皆様もこの日本庭園みたいなとこ行かれたらぜひ見つけてほしいし、なんかこう園芸のお店とか行った時に山立花これだったわとか見てもらえたらと思います。そうです、若が SNS です。ザ・これでございます。というわけで、もっちゃんはね、誰と見に行ったんでございましょうか。これはね、この頃は多分越中にいた頃ですね。もっちゃんが初めて都の方から、奈良の都から富山の方ですね、そこに、お仕事で単身赴任で行った、その先で読んだ歌なので、多分ね、その時のみんなと一緒に行ったんじゃ、部下をね、多分部下の人たちが寒い冬だけど呼び出されて一緒にいたのかもしれないですね。はい、上司がテンション高々で見に行こうぜって言ったら、もう入っていくしかないよなっていう気がします。あ、山立花探しに行きたいね。行きたいですよね。光さん、ね、空気の読める部下が付き合ってくれたんですよ。多分それ本それだと思います。この頃はもう多分ね、もっちゃんの大親友であり、心の恋人である池ちゃん、もう勝手に言ってる、池ちゃんが多分隣の国に引っ越してしまった時なのだったと思うので、はい、池ちゃんがいたら多分盲導病で池ちゃんがついていったと思うんですけど、それ以外の部下の皆様がいらっしゃったんじゃないかなと思います。というわけで、そうですね、この前の歌が16日って書いてるので、それより遅くなので多分12月後半ですね。なので、1月、今で言うと1月後半からまあ2月ぐらいっていうか、一番寒い時だよね。まあまあそんな感じですよね。そうなんです、空気の読める部下がいっぱいいらっしゃるのがこの越中、本当いいとこです。みんな優しいのよ。もっちゃんのさ、うざがらみにさ付き合ってくれる歌がいっぱいあって、ちょっと来年はなんかその辺もご紹介していきますね。もっちゃんのやらかし伝説を年々ご紹介していってるんですけど、その辺を、はい、来年もいけたらと思います。お、歌西中だから越中だし、もう巻中級だからね、池主いないかもっていうこと。そうなんです、池主っていうのがこの、ね、もっちゃんの、心の恋人と言っても過言ではないぐらい のとても優しい、ちょっとお兄ちゃんの頼れる部下でございます。もうここまで来てすごい、なんか恋愛漫画かなっていう感じの設定ですよね。
本当にイケメンです、メンタルイケメンです。だからそんなイケちゃんとのエピソードも来年はご紹介していけたらいいなと思います。今日の歌はちょっと一首だけなんですけども、なんか今年の振り返りをちょっぴり敷いてみようかなと思って、ちょっと一回コメント切るね。よし、私のやつを見てみようかな、私のやつを見てみようかなって、なんだちょっと待ってね。今年は何をお話ししたかなと思って、ちょっと一瞬今コメント見れないから、戻ってきたらコメントしてめっちゃ勝手だな。今年はね、割ともっちゃん関係とかをご紹介したと思うんですけど、ちょっとざっくり振り返ってみよう。1月どこかな、あれ2023年行き過ぎた、ありました。1月初めが越中万葉の、越中万葉じゃない、新年のお正月の歌ですね、もっちゃんのお正月歌をご紹介しましたね。わー懐かしい、もうなんかすごい、多分ねあれですよ、あのもっちゃんの最後の歌かな、あれをご紹介した気がします。でそのなでしこのお正月歌の2をご紹介して、で鷹が逃げちゃった事件もご紹介しましたね。私が大好きなあのもっちゃん、鷹、大黒、大黒ちゃんっていうもっちゃんが飼っていた鷹が、部下の人が逃がしちゃって、でそれをめっちゃ恨むっていう歌を作って、あのでも恨んだけど恨みを忘れるって書いてるけど全然恨みを忘れてないっていう歌をご紹介しました。これ大好きだったんだよな。でもっちゃんがお父さんの歌をオマージュしてたのがあって、でそっからあの3ヶ月ぐらいずっと大友家箱推し企画っていうのをやったんですよね。あのとりあえず大友家、そのこのもっちゃんを熟成した大友家ってどんな感じなんだろうみたいな、その周りの人たち結構いろんなね、そのもっちゃん関連 の、 そのお父さんとかおじいちゃんとかで、お父さんの、兄弟 の人とか妹弟みたいな、でそこのまたあの娘さんとか息子さんとかがいたりとかして、その辺をねいろいろ順々にやっていたんですよね。だからそうですね、お父さんとおじいちゃんとそのお兄ちゃんで、おじいちゃんのお兄ちゃんの息子とかこれややこしいな、そうお父さんのお兄ちゃん、おじいちゃんのお兄ちゃんの息子あそうですね、とかをご紹介してますね。この辺でも結構面白かったんですよ。お父さんの弟さんとかそうで、その万葉集で一番歌がうまい、あの女性歌人の中では一番歌が多くて、しかもうまいって言われている坂の井のいらつめ姉さんが、このいとこさんというかね、あのお父さんの、妹さんかなにいらっしゃったりとかして、その辺とかで坂いらつめ姉さんのこの恋の時代のお話とかもしたし、でもっちゃんの正妻じゃない人の恋人、木のいらつめちゃんっていう、あの小さい鹿に鹿と書いておしかちゃんっていうあだ名で公式でつけられてるんですけど、そのおしかちゃんとのやり取りがまあなんかその可愛かったりとかで、そうなんです、夏にね私筑波山に行けたので、その筑波山の歌っていうのをご紹介してたりとかね、その後はちょっとあの毎年っていうかあのこのカレンダーの歌っていうのをご紹介していったりとかしててですね、カレンダーの歌ご紹介して、で先ほどのもっちゃんの心の恋人、大友の生け主と の、 あの、ね、お見返しのやり取りの歌、お見返しの花束を抱えてもっちゃんのところにお祝いをしに来てくれたんですよみたいな、そんなお話の歌があったりとかですね。あとね、ちょっと大津さん関連の歌をこれ10月から11月間ぐらいにしてたんですね。万葉集で多分一番人気のある王子様といっても過言ではない大津の巫女さんとその恋愛模様だったりお姉ちゃんとの関係みたいなのをご紹介してた次第でございました。戻ってきました。はい、コメント見れなくてすみません。今の間のコメント多分私見れないんですよ。いかがだったでしょうか。こんな感じでこの1年ざっと振り返って
参りましたが、思った以上に大友家に侵食されていたなっていうのがあったんですが、どう、来年はどんな感じにしていこうかな。あ、そう、ちょっと待って、その前にこれ山立花のコーデしてきたの今日。ちょっとね、緑の色は薄めなんですが、雪、毛残る前の雪と、でこの山立花の葉っぱに赤い実の感じで、今日は山立花コーデでございます。そうなんです。ちょっとね、私あんまり緑色が似合わないので、この緑色関連のものを全然持ってないというのに気づいて、こんな感じでございますが、箱押し企画ありがとうございますということ。とんでもございません。大友家の愉快な仲間たちを私も知ることができて超嬉しいなと思っています。あ、星野さんありがとうございます。素敵っていうこと。よかったら一緒に着物を沼に着込もうとする。そうなんです。山立花コーデ。なんか着物だとこんな感じで、このゆるっとこのコスプレができるっていうか、歌コスだと私は勝手に思ってるんですけど、なんかその見立ての世界っていうのが大好きで、この別にそのもの、その山立花柄とかじゃないじゃないですか。その何て言うのかな、この隙間具合が私好きというか、なんていうのかな、お茶の世界とかもそうなんですけど、お煎茶とかね、お抹茶とかの茶道とか華道の世界とかも、全部これはこういうものだよねみたいな見立てを用いて、なんかこの人の心のこの豊かさを育むというか、その例えばこれを見て、このあ、これは雪で、ここが雪で、これは葉っぱで、これは実かもしれないなっていう組み立てを見た人の頭の中でするでしょ。なんかその作業がとっても素敵なんだなって思うし、だから歌もそうなんですよね。これの本当に言葉のなんか組み合わせで、この組み合わせからその景色とその人の心っていうものを、書かれてないところを想像できるっていう、そこの遊びがやっぱり楽しいから、みんななんかこの余白のあるものに惹かれるのかなと思うので、そこをこう大事にしていきたいし、来年もそこをなんか来年も皆様と一緒に共有したり伝えていきたいなと思っております。ああ、山立花コーデ素敵ってこと、ありがとうございます。お似合いですっていうこと、超嬉しいでございます。似合わない色をできるだけ着ないように着ないようにしていくですね。あ、お着物お似合いですよねって、ありがとうございます星野さん。私は洋服を着ると悩みに悩みまくる、この撫で方というものが、着物を着て初めて生かされたという、本当に自分が輝く場所で生きるのが最適解ですよねっていう、本当ね、 T シャツにも肩パッド入れたらって言われたぐらい、ひどいんですよ、この撫で方具合が。着物さまさまでございます。あら、ミステリアさんと、コキノさん見に来てくれてありがとうございます。初めましてですかね。この山立花の歌をご紹介しておりました。そしてこれは山立花を、イメージした山立花コーデでございますという、どんなあれなんですかっていう。そうで、そうだそうだ、せっかくなので、ちょっと今年の通販はもうお休みしてしまって、来年になりますが、お届けになるのは来年になりますが、この来年はこちらのカレンダーをご用意しております。ご用意しておりますというのが、ちょっと中身を出そうぜ、イエイ。こんな感じで、ちょっと縦長のあれなんでございますが、これこっちから見ていこうか、ミョン。これが1月です。これ何のカレンダーなのかと言いますと、私が大好きなこの万葉集の歌を、原文と書き下し文と訳と入れて、でこの歌からイメージした絵をこちらに書いております。でなぜ縦型なのかというと、この私はね、この万葉集の当時の人たちと同じ感覚で暮らしたいけど、でもその現実的にも今ここで生きないといけないので、この新暦と旧暦を両方書いておいたら、なんかちょっとでダブルでダブルラインで生きれるかなと思って、この新暦と旧暦を入れております。なのでこの旧暦の方を見ると、当時の人と同じような感覚で暮らせれるし、新暦の方で生きるとこの今の感覚で生きれますという感じで、でここに二十四節気と七十二候もあって、あと土用期間も入れてて、で、まあ、私がハマっている星読みの対応にもしようと思って、この辺に月の満ち欠けと、あと天体の運行も入れております。
そういうもりもりのもので、でこれが2月ですね。これ結構好きなのですよ。2月好きで、で3月もね割とあの人気のものです。で4月はやっぱり桜で、で5月がアヤメです。で6月がこのアジサイさん で7月がねこっちだ、7月がこれですね、7月もねこれね、あの恋忘れ貝を拾いに行くっていう歌で結構私は大好きな歌で、でこれ8月があの七夕ですね。七夕がでも秋のものなんですよね当時は。で8月3で、で9月がなでしこです。これももっちゃんですね。で10月がこれが鹿です。これタビトさん、タビトさんだよね確か、うん、違うごめん、うん、タビトさん。で11月がこれもみじです。これはもっちゃんの弟くんのお歌でございます。でこれが12月恋渡るべしというのを、これ、ま、だいぶね下書きは昔に書いたんですけど、それをちょっとあの書き直してみた感じで、来年はこの辺のお歌もご紹介していきます。なので1月最初の放送ではこちらのお歌をご紹介しようかなと思います。あ、直太さん素敵っていうことありがとうございます。あ、あずささんはじめまして、見に来てくださいありがとうございます。くだせって噛んじゃった。お、星野さん紅葉素敵っていうことありがとうございます。いいでしょいいでしょとか言って自画自賛で、この歌がまたいいんだよ。あのね、あのね、私ね結構ねあのこのもっちゃんの弟くんのふみちゃんなんだけど、ふみちゃんってあだ名で呼ぶなよ、ふみもちくんっていうふみちゃんっていう子がいるんですけど、この子がねなんかこのお兄ちゃんがこのなんていうのかな、割とさっきお話したみたいな感じでめんどくさい系の子なので、なんかそれを支えるようななんていうのかな、ちょっと包容力のある優しくて頼れる弟くんなんですよ。めっちゃ大好きっていうね、この子の歌がなんかこの見えないものをなんていうの想像するみたいな、そういうお歌がすごく上手で、このもみじの歌もそういう歌なんですよ。で私はふみちゃんの歌の中で私めっちゃ一番大好きで一押しのお歌で、もっと知られていいのにって思ってるのがふみちゃん、ふみちゃんの良さなんですよ。なのでこれをぜひ皆さんにご賞味してほしいっていう、あのオンラインショップであの販売しておりますので、もし、お気になる方はちょっとあの何て言うかな、控えの方っていうかコメントの方に、インスタライブ見ましたっていうので注文してくださったら、ちょっと年内早めにお送りします。裏技をお送りしております。なので多分なんだっけ、私のインスタの上の方のリンクからオンラインショップ飛べるところがあると思うし、松下優里のオンラインショップとかで検索しても出てくると思います。あ、みさちゃんもみさありがとう、あの昨日もありがとう会えて嬉しいございますということで、あ、ひろこさんも見に来てくれてありがとう、あ、出遅れました、来年の立つはがき最高ですってこと、あ、ありがとうございます、無事いただいてよかったかでございます、ね、いっぱい買ってくれてありがとう、あの来年の立つ年の清流のポストカードもオンラインショップを販売しております。待って、あの私ここで紹介したっけ、ちょっと待って、あの原画があるの、イエイイエイ、これ原画、めっちゃ原画持ってきた、これですよ、出てるかな、見えてるかな、こちら可愛くない、自画自賛するっていう、なんか来年の辰年なので何書こうかなって思ってたんだけど、あの奈良時代とかに古墳とかに、古墳っていうかのお墓とかにも書かれてたりとかするあの指針、4つの神と書いて指針といって、あの当時の人たちがその東西南北に聖獣っていうものがいて、であのそれぞれ季節をあの担当していて、で龍、青龍、青い龍っていうのはあの東、春をあの司る聖獣というふうに言われていて、だからなんかこのまさに芽吹きの季節というか、これから登っていくっていうか成長していくみたいな、そういう
期待とか、なんか命とかエネルギーにあふれているのがこの清流だなと思って、なんかそれを書いてみたいなと思って、当時の龍ってなんか足がねすごい鳥っぽくってめっちゃ可愛くって、私あの鳥大好きラブマンなので、この鳥さんの感じでうち飼ってるんですけどね、なんかこのちょっと尻尾とかも長いのとかが超絶可愛いぜと思って、それを書きましたです。ヒカルさん頼れるけど控えめで優しい子感って、そうなんでございます、ふみちゃんはその通りです。あ、直人さん来年も買えるのかな、残り少ないですかって、来年も買えるでございます。今年中でも購入していただいたら、はい、封筒がね郵便局でしか買えない封筒なので、それの残りがね今手持ちが少なくなってるっていうか、ほら郵便局閉まっちゃうからその間対応できないのね。なので、郵便局が開いたら買いに行って対応できます大丈夫ですよ、まだあります。あ、素敵、気になってます、嬉しいでございます。ぜひ万葉集どっちのことかな、この清流ポストカードもまだ在庫ちょこっと残ってますし、これね自分で送る分も残しとかなきゃいけないけど大丈夫かな、もうカレンダーの方もまだ余裕あったと思うので、お、パワーがあります、そうなんです、みんなにねなんかこの楽しい感じが届いたらいいなと思って、なんかこのほらワクワクしたものがこの育っていく感じとか、やってくる訪れるみたいな、なんかそういうのを込めて描いたでございます。あ、綺麗すぎて見とれるリュウさん嬉しい。あ、カエさん初めましてかな、見に来てくれてありがとうございます。ちょっと来年のカレンダーじゃない、ポストカードにも、ポストカードじゃない、来年の年賀状にも使える清流のポストカードと、あと来年の、カレンダーですね、こんな立て方なんですけど、その辺のご紹介をしておりました。両方欲しいな、ありがとう。オンラインショップで販売してますので、これライブ終わったらストーリーズにもちょっと上げときますね、ここで買えますみたいなのとか。はじめましてってこと、はじめましてでございます、見に来てくれてありがとうございます、超嬉しい。こんな感じで今は終わっちゃったけど、万葉集のお歌を毎週単位がおかしい、毎週ご紹介している番組です。今日はこんな山立花の歌をご紹介してて、これは山立花コーデですっていう、何回言うねんっていう。あ、星野さん両方気になってる、嬉しい。結構年末っていうか、今年は28日で仕事納めしますよっていう投稿したら、なんかこのカレンダーとこれですね、カレンダーとポストカードセットでご購入くださった方がいっぱいいて、であとおみくじもね一緒に販売したよって言ったら、ちょっとおみくじ取ってくる、ごめんね、よいしょ、これだな、おみくじこんな感じで歌が1個書いてて、柄が全部載ってるやつがいいな、よいしょ、このカレンダーと同じ絵なんだけど、なんかそれもともとねおみくじってこれ何回も説明してることなのでお聞きになってる方はいらっしゃると思うんだけど、この神様の言葉をもともとは歌でいただいてたんですよ、もともとのおみくじって。だから今だったら分かりやすく大吉とか小吉とかね、凶とか書いてて、でこの方角こちらがよしとか全部分かりやすくこの細かくしちゃってるけど、もともとはそんな全部なくって、この、ね、ここにあるほらなんかこの歌、ただこの我が丘にさおじかきなく初萩の花つまどいに気なくさおじかとか、そんな感じで歌だけパーンってきて、でこの意味を自分で読み解くというか、その歌を聞いた時にそのインスピレーションというかさ、なんかこのあ、これってこういうことかもみたいに、この思ったことが神様の言葉なんだよみたいな、そういうことだったらしくって、なんかそれめっちゃ素敵じゃんと思って、だからほらその受け取り方次第というか、なんかそのほら今日引いちゃってうわ最悪みたいなのとかにならないじゃない、絶対に。なんかその感じがいいっていうか、そのやっぱ隙間なんですよね、その間がいいなと思って、
あ、星野さん、おみくじは夏の寿司で引かせてもらいました。お室配布に入ってますってこと、ありがとうございます。あ、星野さん、星野さん、つながった。ありがとうございます。超嬉しい。そうなんです。なので、なんかそのそれを体験してもらいたくって、このおみくじ販売しました。なんかね、新年のこのなんていうのかな、おみくじ引いてみたいよみたいな方がいらっしゃったら、それも合わせてまたどうぞです。あと、こんな、あとこれも新作で出てて、また原画もオンラインで販売しようかなと思いますね。なんか 歌とね、原文と訳と全部書いてるので、その私の大好きな歌をこの全部丸ごと味わってほしいみたいな、そういうものになっております。あ、解釈に幅があって自分に委ねられるのがいいですねっていうこと、そこなんですね。ね、歌がめっちゃ苦手だよっていう人のために、ちょっと一言なんかこの歌をぐるっとまとめたみたいな詩を入れてたりとかするので、一言メッセージみたいな、なんかね、めっちゃ歌から読み取れないっていう人にもちゃんとサポートしておりますという感じでございました。じゃあこんな感じで1時間経った12時だよ、お昼だよ、みんなご飯をそろそろ食べないとお腹が空いてくる人もいると思うので、今年は名残惜しいですが、この辺でおしまいにしようかな。この1年もちょっと待って、お茶だけ飲まして、よし、見て可愛くない、アヒルなの、いとこにもらったの、アヒル可愛くない、ポーリッシュポタリーなので、そうですね、今年もこんな感じで、そう、前回の3周年ライブでも本当にお伝えさせてもらいましたが、こうやってね、このチャンネルを見てくださって、ね、こうやってコメントくださる方のおかげで、本当に今年も1年楽しくこう過ごすことができましたというか、この万葉集話を続けることができました。もう本当に一人では全然できないというか、あら、みゆみゆさん、初めましてかな、見に来てくださりありがとうございますね。なんかもう何でしょうね、これ一人で喋ってたら絶対に続かない話なんですよね。あと、自分一人では気づけなかった歌の魅力とか、なんか自分だけではこうで楽しんでるけど、これみんなもそうなのかなみたいに思ってることが、私もそうだよって言ってもらえるだけで、あー、やっぱそうじゃんみたいになる、これが嬉しくって、だからやっぱりね、もっちゃんと一緒なんですよ。先ほども言うんですけど、この万葉集を編纂したと言われているやかもちこと、やかもっちゃんからもっちゃんと呼びしている、このもっちゃん のうざいところが、私結構全部一緒だなって、彼のことをいじりつつ、なんかこの自分のね、ダメさを改めて認識しつつ、でもまあそれでもいいじゃんみたいに思えるのが、結構私の万葉集の楽しみ方の一つでもあって、だからまあしょうがないな、のび太くんはって言ってくれる人たちのおかげで、私は今日もここに立てているなと思いますし、もっちゃんも多分そうやって生きてこれたし、万葉集もこうやって残して来てもらえてるのかもしれないなと思うんですよね。あれ、音が消えました、音消えた、ごめんね、今聞こえてるかな。あ、みゆみさん、こんにちはっていうこと、ありがとうございます、こんにちはでございます。ちょっと何かしら不具合が起きてたらごめんなさい。じゃあ聞こえているといいなと思いながら お送りします。聞こえてない人はジェスチャーで何かを感じ取ってください。何度かお邪魔していて、前戸観光さんのお土産でグッズを楽しませていただいてます、ありがとうございます。わー、この間のやつですよね、超嬉しいございます。いつかお会いできてお話できるのを楽しみにしておりますです。え、大ファンです、どうしよう、泣いちゃうよめっちゃ嬉しい。お、音聞こえてますか。いや、ありがとうございました、こちらこそ。なんかいつもね、ストーリーズとかにハートマークありがとうございます。やばいやばい、涙がもうね、最近というか、なんかすぐ涙腺がね、なんか崩壊しちゃうの、やばやばでございます。あー、なんかなんだろう、今日やってよかった、よかったですというか、こうやって言葉をいただけるのが本当に嬉しく思います。あ、本当にぜひ、なんかまた来年ね、いろんなところでこうイベントしたりとか、
あの展示とかもできたらいいなと思ってますし、ね、あの来年決まっているのといえば、あの春の3月に奈良の、平城宮跡っていうところで、毎年開催している奈良の豊穂木さんっていう正髄マルシェっていうのがあるんですけど、それには参加するのが決まってまして、物販と似顔絵イベントをする予定です。星読み付きの似顔絵があります。それが3月の確か20何日だったかな、なんか2日間やるんですけど、それとあと多分秋にも毎年やってらっしゃるので10月ぐらいにそのイベントに参加します。で鹿グッズだけを販売するっていう、その鹿なんだっけ、奈良鹿の休日だ、そのイベントも多分春と秋ぐらいにあるので、それも参加するかなっていうのと、あと今年は四国の方の香川だったかな、ちょっと待って、愛媛だったかな、ごめん私土地が分かんなくなる、ちょっとちゃんと説明する、4月から5月ぐらいのマルシェに委託なんですけど販売してもらえるので、四国の方にもちょっと身近になってもらえるかなと思います。で8月ぐらいのに一昨年から逗子の方で毎年マルシェをしてくださってるのにも参加してて、それもまた来年できたら参加できたらいいなと思ったりしてるのと、なんか今年はそうだな、東京の方でなんか個展、東京個展ができたらいいなとちょっとなんかいろいろ探し中です。なのでなんか関東の方にもちょっと身近に楽しんでというか、なんか触れ合ったりとか触れ合いたいみたいな、もっちゃんと一緒じゃん、もう本当に一緒に行って会いたいみたいな、そんな感じですよね。あ、嬉しい涙っていうこと。あ、みーさちゃんカレンダー届きました、よかった、無事届いて嬉しいございます。いやもうなんか使ってもらえるのがなんか何より嬉しくってね、星のこととかもいろいろしてらっしゃるから、ね、なんかしてらっしゃるというか学んでらっしゃるから、なんかそういうのにも使ってもらえたら嬉しいなと思います。お、遠い時空に想像の翼を伸ばすのが大好きなんです。わー、一緒じゃん仲間じゃん、友達じゃんみたいな、もう近い距離の詰め方近いっていう。あ、奈良はご先祖様からの土地なの、いやちょっとだいぶ遠い親戚かもしれないですね。奈良古墳時代ぐらいからつながってるかもですね。私滋賀の方の出身なので、まあみんなたどれば誰かの親戚ですよね。すごいざっくりした感じ。あ、長野県の大鹿村の血筋の私は鹿も好き。ね、奈良鹿の休日本当素敵ですよ。鹿グッズしか置いてないっていう、鹿しかいないイベントってなんか超天国なので、クリスマス時期なんか鹿がちょっとトナカイに見える感じなんですよ。本当素敵なので、もし機会があったらぜひぜひでございます。大鹿村っていいな、長野いいですよね。私いろいろ全国そんないっぱいは回れてないんですけど、いろいろ旅してわ住みたいなって思ったの長野と奈良ですね。なんか名ばっかり。あ、楽しみっていうこと、嬉しいございます。応援しています、ありがとうございます。応援されてエネルギーが出る、あれですね、悟空の元気玉と一緒ですね。ドラゴンボール例えが分かるのかあれですけど、なんかこのみんなの元気玉をもらって、このすごいパワーで何かをなせるみたいな、その感じだと思ってます。お、あ、奈良の新大宮、大宮はかつての家の近くです。マジですか。新大宮の近くで、ね、よく奈良鹿の休日のイベントしてるので、割と辺行ってますね。長野いいですよね。安曇野が私本当に好きで、別荘欲しいですめちゃめちゃ気軽に言う。森があるなって、本当なんか平地に森がある場所って素敵だなって思いました。好きを語るゆりさん可愛いって、どうしよう、また泣いちゃう。今日は泣かされに来ているっていう。ありがとう。私もなんか自分の好きをというかやりたいことを実現しているみさちゃん大好きです。急に告白。そう、新葉美術館さん行きましたよ。めっちゃよくって、絵本関係の
あの美術館が本当に長野県多いのがすっごく魅力的で、そうだから今年長野にも行きたいと思っております。はい、長野に行きたいな。ちょっといろいろやりたいことがいっぱいあって、なんかこの 詩と絵を合わせた詩画集を出したいなとか、あの自分でね、もう鹿版でいいので、あの出そう。鹿はあの動物の鹿じゃなくって、私の家と書いて鹿版なんですけど、その言ったら自費出版みたいな感じで、まあ、グッズの一部としてちょっと出してみたりとかするのもいいなと思ってるので、あと来年こそやかもちくんの本を出版されるように、あの皆様念を送ってください。なかなかあのちょっとあの、ね、出版社さんの、 その編集さんのお仕事具合とかにもよって進みがね、この自分のこうペースだけではうまく進まないみたいなのがあったりとかして、なので皆様のこのなんかエネルギーで進むようにお願いします。あ、可愛いって言ってくれてありがとうございます。そうなんです、好きバイブス。どうした、みんなが可愛い可愛い言ってくれてありがとうございます。なんかもうね、どっちかっていうとこのなんていうか、そういう褒め言葉とは無縁で生きてきたものですから、本当にこのなんか歌を好きな人たちのなんかこの心の美しさが、この心本当ね、胸に染みます。なんていうか、私は人の中に素敵な部分を見出せる人っていうのは、それと同じものを自分の中に持っていないと見えないんだろうなっていうのはずっと思ってて、だからこの世界が見にくく見えてる人っていうのは見にくく見えてる人って言ってたらあれですけど、だからその自分の中にそういうものがあって、そういうフィルターをかけて世界を見ちゃうんだろうなっていう、なんかその私も闇落ちしてた時がなんかまさにそんな感じだったりとかして、でもなんかそのね、誰かのことが素敵に見えるっていうことは、同じものをなんていうのかな、自分の中にないと見えないっていうか、その自分の鏡としてしか相手は映らないと思ってるので、だから私のことがこの可愛いと思えた人は、あなたが可愛いということです。あなた可愛いですっていうのを伝えていきたいと思います。はい、ということで、あ、お着物も大好き。もうあの寒いからね、これね、あの中にね、インナー着ちゃってるの。はい、あのアームウォーマーをつけてたんだけども、あのここが寒いから、これ V ネック型 あのニットでございます。あったかいよ、ゆるく着ようっていう。あ、私の知らない世界を教えてくれてありがとうございます。とんでもございませんです。あのこちらこそ、あの皆さんの知っていることを通して歌を見てくださる、それを伝えてもらうことで、私も歌のその幅がとっても広がり、あの知れる世界が広がるので、またよかったら見に来ていただいて、あの私はこう思ったよとか、あの私もこう思うよとか、なんかこういろんなね、あの言葉を聞かせていただけたら励みにもなるし、あの私の学びにもなるので、ぜひぜひ私も教えていただけたらと思います。ということで、年内の放送は最後になりますが、また来年もあの皆様に素敵なこの心の扉をお届けできたらなと思いますので、またなんかこの番組で、この毎週土曜の午前11時からお会いできることを、楽しみにしております。ということで、あ、ちょっと待って、その前にあの星さん、つば九郎届いた、あのね、星、あの鳥にめちゃめちゃ詳しいホッシーさんという方も見に来てくださってて、この前中であの鳥の通信をね、送ってくださ、野鳥通信を送ってくださって、あの前、あのなんかこの迷子鳥の可愛い姿に癒されております。ありがとうございます。というわけで、また来年、元気でお会いできますよ。良い年末年始を。ありがとうございます。あ、来年も楽しみにしてます。こっちこそです。ありがとうございます。いいねとハートを送ります。ではでは、よし。